ちましたな。ああ。天下二分でしたな、周瑜殿の策は。そこにあの男たちをどう組み込まれます？お前ならばどうする、ロシ君。劉備は惜しいと思います。ですが諸葛亮、あの男は恐ろしい。諸葛亮、油断はできんな。奴の智謀、いずれ孫悟にあだなすやもしれん。まあ、そんな話、今のところはやめておきましょうか。うん、この勝利、我ら孫悟にとっても大きな一歩となったな。